はい、こんにちは、116ウィンズです。今日はマリナーズファンにとっては非常に良いニュースが朝から飛び込んできまして、でそれがマルコ・ゴンザレスと4年総額3000万ドルで、まあ、契約延長に合意したということで、まあ、マルコがですねしばらくはあのマリナーズに残ることが決定しました。でマルコはまだチームに保有権がある選手ではあるんですけれども、まあ、今回の4年契約によって、まあ、マルコの年俸調停3年分とでそれから FA を1年分カバーするような契約ができたというところで、まあ、マリナーズとしてはですね今後数年間は、まあ、マルコをエースとして据えて戦っていくというところをこの契約で姿勢を示したのかなというところですね。まあ、ジェリー・ディボト GM も、まあ、かつてですねマリナーズが再建に入る直前の2018年シーズンオフにですね、まあ、あのマリナーズが今後再建していく上で、まあ、コアとなる選手として、まあ、マルコですとか、まあ、ハニガーですとか、まあ、あとエドウィン・ディアスの名前も挙げていたんですけれど、まあ、この辺をコアにして、まあ、チームを立て直していくということを言っていたので、まあ、マルコと契約延長したというところでディボト GM 有言実行という感じですかね。で個人的には今回の契約延長でマルコが報われて本当に良かったなと思いますね。まあ、マルコはもともとカージナルスで、まあ、トッププロスペクトとして非常に高い評価を受けていたピッチャーなんですけれども、まあ、なかなか思うような結果が出なかったりですね、まあ、あとは怪我もトミー・ジョン手術を受けたこともあって、まあ、なかなかこう思ったような活躍がずっとできずにいて、でそれで2017年シーズン中にカージナルスから、まあ、トレードでマリナーズに加入したんですけれど、まあ正直トレードの当時も、まあ、あのトレード相手がマリナーズの当時のトッププロスペクトだったタイラー・オニールと1対1のトレードだったんで、まあ正直トレード当時は、まあ、あのマルコがこう活躍してくれればいいなとはもちろん思ってはいたんですけれど、ただやっぱりオニールを出してまで通るピッチャーかって思ったんで、まあちょっとどうなるんだろうと思って見てたんですけれど、ただですね2018年に見事にブレイクを果たしまして、でこの年先発ローテーションをほぼ1年間守りまして、まああのエースのジェームス・パクストンに次ぐような存在として本当に活躍してくれて、で今年2019年は、まあ、ついにパクストンがトレードされて、まあ、マルコがエースになったんですけれども、まあ本当にですね開幕投手も務めましたし、でシーズン通して本当に安定したピッチングを続けていて、まあ終わってみれば16勝、防御率も3点台で、でさらには200投球回も達成というところで、まあ2018年からさらに飛躍の1年になりましたし、またあのエースとして本当にふさわしいような活躍を見せてくれたので、まあ本当にですね彼の今回の契約延長というのは本当に与えられるべくして与えられたなという印象ですね。はい、でここでですねちょっとマルコとチームの今回の契約に関しての思惑についてちょっと話していこうかなと思います。マルコの今回の契約である、まあ、4年3000万ドルっていう契約は、まあ、あの最近の先発投手としては、まあ、割と安めの契約なんですね。でどうしてマルコがこの契約に応じたかというところを考えると、まずマルコは最速でも2023年32歳での FA というところが挙げられると思います。32歳で、で、しかもマルコの投球スタイルのように、まあ割とこう緩急を使って抑えていくようなピッチャーだと、まあなかなかこう大型契約っていうのはちょっと望みにくいんですね。まあ例を挙げれば、まああの2013年にジェイソン・バルガスが、まああのロイヤルズと4年3200万ドルで契約しているんですけれど、まああの時のバルガスが、まああの30歳で、で割とこうマルコとこう似たような投球スタイルで、まあ、あのその契約だったというところで、7年前の話なんで、まあ、当時のバルガスよりは、まあ、間違いなくいい契約はもらえるとは思うんですけれど、やっぱりなかなかこうめちゃくちゃ高額な契約っていうのはちょっと望みにくい状況なんですね。でそれであれば、まあ、ある程度こういったこうあの年俸調停前に長期契約に合意して、まあ、ある程度まとまった金額を、まあ、あの、手にしてしまうっていうのも、まあ、あの、マルコとしても得策だと考えたんじゃないのかなというのは個人的に思いますね。で、チームとしても、やっぱり年々先発投手っていうのが、ま、高騰する中で、マルコぐらいの契約で、まあ、あの、ソリッドな先発を囲えるっていうのも、やっぱりチームとしてもプラスだとは思いますんで、今回の契約は、マルコとチームの双方にとって、まあ、メリットのある契約なんじゃないのかなと思いましたね。で契約延長が決まってマルコがコメントを出したんですけれど、まあこのコメントもまたいいコメントなんですよね。まず上のコメントからご紹介していきますと、まああのこちら訳しますと、まああの我々はシアトルを本当にホームのように感じていると。
マリナーズのチームだったり、まあファンから非常に温かく歓迎されて、で、今回のような契約を与えられたというのは本当にこう夢が叶ったような気分だというところですね。まあこのコメントからも本当にこうシアトルへの愛が伝わってきますし、まあマルコは大学がゴンザガ大学で、まあ地元のことも言えるんですけれど、まあこういった形でエースに成長したっていうのは本当にこう、まあ、ファンとしても嬉しいですし、まあ、マルコとしてもやっぱりその慣れ親しんだ土地でプレーできるっていう喜びもおそらくあるんでしょうね。で、続いて下のコメントなんですけれども、まあ、こちらはどちらかというとマリナーズというチームの、まあ、将来についての話ではあるんですけれど、まあ訳しますと、まあ、このチームは、まあ、将来的にチャンピオンシップを取れるような、まあ、ビジョンを持っていて、で、今回このような、まあ、将来像に自分が入れることに、まあ、とても光栄に感じていると。で、競争するため、また勝つための自分の情熱っていうのをさらに湧き上がらせるっていうところを、まあ、彼は言ってくれてますね。で、ここからもわかる通り、マルコは非常にマリナーズの将来について、まあ、信じてくれているわけですよね。やっぱりマリナーズは今再建中ですし、で、しかも2001年からずっとプレイオフ遠ざかってるようなチームなのに、まあ、これだけね、こう、マリナーズのことを信じて、まあ、戦ってくれる決意を決めてくれたマルコの、その思いっていうのに、やっぱりマリナーズとしても応えてほしいですし、まあ、前のエースの、まあ、フェリックス・ヘルナンデスは結局一度もマリナーズでプレイオフ行けずに、まあ、チームを去ることになってしまいましたけれど、次のエースであるマルコにはですね、ぜひマリナーズのユニフォームでプレイオフに行ってほしいなという気持ちが、さらに強くなりましたね。まあ、マリナーズは長い、こう、負の歴史が、まあ、今にも続いているわけですけれど、まあ、なんとかこう、マルコを中心としてですね、まあ、新しい世代が、このマリナーズの負の歴史に終止符を打って、ぜひですね、ワールドチャンピオンになってほしいなと思いますし、まあ、その中心にマルコがいればもっといいなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。